こんにちは、バンミドウです。久しぶりにですね、ファントムオブキルをやってみたところですね、ガチャを1回回したら、ワズラちゃんが出たので、今日ワズラちゃんの専用スキルを確認したいと思います。またね、1章の4の2ステージで、ワズラちゃん1人でですね、行きたいと思います。ワズラちゃんはね、オノキャラですね。必殺専用スキルもね、ちゃんとカットインというか、あるのでですね、見たいと思います。全部のキャラがね、そういう、映像がね、あるわけじゃないんですよね。では、早速、ユニット、チーム編成。今ね、村正ちゃんだけ設定してるチーム6か。ここをね、わずらちゃんにしたいと思います。わずらちゃん、この子ですね。まあちょっと大姫だったんですけど。ステータス。ステータスっていうか、今レベル43。大姫型ウォーリア。大姫なんだよね。一応トマホークを装備させてます。で、光属性、体力強化、守備の心得、なんこれ で、これね、メガパニッシュが専用スキル。攻撃時に確率発動、敵の物理防御力を減少させて攻撃する。まあ、ロンギヌスとか、パラシュとかですね、その辺ですかね。では、第1章、おわずらちゃん。おはようございます。今日も争いなき一日。ストーリー。わずらちゃんはね、なんか契約っていうのにすごいこだわってるキャラでですね。キャラクエストではね、すごい、約束を守らないとね、なんか罰ゲーム与えちゃうような、そういうキャラみたいなんですけど。そう、これでいきますよ。私も初めてですね、レベル上げるときね、必殺技覚えた後もオートで回してってね、わざと見ないようにしてたんだ。さあ、どうでしょうか。わずらちゃん、いやっす。あ、もうここいけるわ。あ、槍と相性がいいね。お、必殺17%いくのか？はい、ダメー。一発でやっちゃったね。これは眠キュンと同じポーズだな。だいたいポーズで決まってますよね。こう戦闘終わりのやつって。これは眠キュンと一緒か。他に一緒の人って誰かいたっけな。いつもね、大体やっててね、この全部敵倒す間にね、2回ぐらいしか専用スキル出ないんだよね。まあレベルがあんまり高くなくて、こう必殺のね、パーセントが低いからなんでしょうけど、なかなか出ないものですね。わお。またね、ちょっと射程2のトマホークだからね、結構ね、短いターンで全滅できそうな気もするんだけど、出るかな、出るかな、出るかな。とりあえずもう接近戦で行くぜ。関係ねえ、そんなの関係ねえ。来ないか。来ない感じ？来て来て、どんどん。いやー、ほんとね、久しぶりにやったんですよ、ファントムオブキル。ちょっと仕事がね、忙しくて、なかなか。出ないな。出ないかな。
出ろ。マジか。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。いや、あと何体だ。4体しかいない。やばい。あ、食らった剣。ダメだ、狙うかもしれん。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。やばいね、やばいわこれ。ちょっと成立しなくなってきたよ。動画として成立しなくなってきたよ。 17% じゃダメなのかな。うわー、マジか。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。あと2体厳しいな、厳しいな。しかも攻撃の確率まで減っちゃった。オフ。マジかい。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。マジかよ。頼む頼む。ああ終わっちゃった。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。マジか。うそー。もう一回行きます。ちゃんとね、あれしてるもんね。いけるはず。もう頼むよ。さあ頑張ります。結構出ないやつなのかな。来た。力の名役において全てを解き放つ。闇を切り裂く光の刃よ。行きます。はい。いやー、かっちょいいね。最近の上から来る多いね。やっと出ました。はい、これでタガが外れて、どんどん来ない。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。マジか。マジか。お、来た。力の名役において全てを解き放つ。闇を切り裂く光の刃よ。行きます。はい。あら、はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。うん、照らしてみせよ。全滅して終わろうかな。よいしょ。力の名役において全てを解き放つ。バグり。闇は一つ残らず照らしてみせる。あと一旦ぐらい終わりね。
さあデラン、あそっか、剣相手だから命中率が低い。頼む策、頼む策。デランスね。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。はい、あーこん。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。はい、あと一旦。さあ、あと一回ぐらい出てほしいね。ダメか。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。終わりますね。出るかな最後。来い。ダメでした。はびこる闇は一つ残らず照らしてみせる。はい、ということでわずらちゃんの専用スキルを見てみました。2回ぐらいかな結局出たの。長かったけど、はい。では、ご視聴ありがとうございました。